この曲私もなんか今日はなんか孤独というか一人を感じる音が多いですね。私もなんか今日はそういうことも感じています。で昨日ね白石浩二郎さんの YouTube をね何個か見させてもらって、今それこそバンデクローブレースのあの世界一周のねミニバージョンのツアーに参加されている白石浩二郎さん、もうね世界4周一人でヨットであの達成している人なんですけど、実は松崎町から最年少で世界一周を達成した方で、こうこの命の名前でも出てくるけど、未来の前にすくむ手足がいつか名前にほどか、なんかねこうそんな歌詞が出てくるんだけど、もうやっぱり何かに挑戦して立ち向かってる人ってかっこいいなって本当素直に思うわけなんですけど、まあそういう思いとかはあの Facebook だったり YouTube の、ね、概要欄にある日記にね書かせていただきました。そうだから私この SNS では自分がエネルギーチャージしたものだから、 TikTok ではニコちゃんワンちゃんとかね、ありがとうチャコリンさんパイももらってるよってね、そんなあのワンちゃんとか本当自然とかそういうものにエネルギーをいただいてるので、あの今こうやって皆さんにお届けできるそんなことをね、またビタミンラジオでもあのゲストをお招きしてお聞きしていくときに、皆さんのこう人生切り開いてくれた言葉とか師匠とか、やっぱそういうねエネルギーチャージの言葉を聞くの、その人がエネルギーチャージを何をしているかってことを聞くとね、すごいね私自身もエネルギーチャージになって、そして聞いてる多分あのリスナーの方もチャージできると思ったので、これからビタミンラジオではそういうことをやっていきたいなって思いました朝ね。で今日 YouTube 私のビタミンラジオ、そのスネタイコの心歌 の、 あのアーカイブでタイのね相原豊さんのことについてあのアップしてます。すっごいエネルギーいただける方なんで、もう世界中あのサッカーでね渡り歩いてきた方で、いろんなことを教えてくれる方です。ぜひね YouTube もご覧ください。でおはようございます皆さん。それではねリクエストいただきました、あの命の名前ね、千と千尋の神隠しの曲ですけど、みんなも未来の前にすくむときあると思います。私はいっぱいありましたし、今も時にはそうなります。だけどその時に冷静になって、よし少しずつ一歩ずつやっていこうって、私にとっても今日そんな朝、皆さんとねそうやって歩みを揃えて心寄せられたらと思って、今日はこの心歌ソネタイコフィルターでお届けします。潰れた白いボール風が散らした花びら二つを浮かべて見えない川は
歌いながら流れてく秘密も嘘も喜びも宇宙を生んだ神様の子供たち未来の前にすくむ心がいつか名前を思い出す叫びたいほど愛おしいのは一つの命帰り着く場所私の指に消えない夏の日私の指